衛兵の詰所は商業街の先にあったはずよ。これは珍しいところでお会いしましたね。あなたは？お久しぶりです、エミリア様。その後お変わりありませんか？ええ、ありがとう。特に変わりないわ。ユリウス、あなたも元気そうね。覚えていていただけて光栄です。エミリア様もその美しさは一層増すばかりで。でも、この駅士のあなたとこんなところで会うなんて偶然ね。町の視察も兼ねてというところです。王城が緊張していますから、町の方にもそれが伝わらないか気になりまして。ですが、市政に足を運ぶのもたまにはいいかもしれません。こうして可憐な花にお目にかかることができたのですから。お前何してんの？何とはご挨拶だな。騎士として宿女へ挨拶したまでのことだが。騎士として挨拶だ？俺のエミリアさんの可愛い手にあんな真似しといて。あ、痛い、エミリアさん、そんな風に耳引っ張ると取れちゃうよ。もうスバルったらバカなこと言わないの。ごめんなさいユリウス、ちょっとだけ世間知らずな子だから。世間知らずってエミリアタンに言われたくねえな。いえ、エミリア様が謝られることはありません。君、エミリア様の後ろに隠れ主に釈明させるのはいかがなものだろうか。痛いところをつきやがる。悪かった。随分と葛藤があったようだが、謝罪は受け入れよう。私はユリウス・ユークリウス、この駅士だ。俺は夏木スバル、エミリア団とは手をつないで王都を歩く仲だ。迷子にならないようにね。それでなんだけど、少しいい？実は用事があってお城の方に取り継いでもらいたいの。なるほど、詰所の対話鏡をお使いになりたいのですね。ええ、そうさせてもらえると助かるわ。わかりました。では詰所までご案内しましょう。君も来るかい？行くよ。当然だろ、お前とエミリアタンを二人きりになんて。痛い、耳が取れちゃう。まったく、もうわからんちんなんだから。わからんちんって興味聞かねえな。笑いすぎだ。いや、ごめん。でもあのユリウス相手にやり合うにゃんて、スバルキュンたら怖いもの知らずだよね。いけすかない野郎だったぜ。結局ラインハルトのやつとは連絡取れねえし、ムカつくやつと知り合っただけで終わったよ。あのユリウスをムカつくやつ扱いにゃんて、スバルキュンってばおかしい。俺は何にも面白くねえよ。ところでクルシさん、夕食に招待してくれたのは嬉しいけど、一緒にご飯を食べるってだけじゃないんだろ？無論だ。こちらとしては応戦延期の理由について情報交換ができればと思っていたのだが、どうやらそちらはそれどころではなかったらしいな。いろいろと横やりが入って調査どころじゃなかったからな今日は。
エミリアタンにも貴重な時間だったのに無駄足踏ませて悪かった。明日はまた頑張ろうぜ。そもそもスバルと今回のお話は無関係でしょ。スバルの目的は体の治療。いい加減にちゃんとおとなしくしてて。いや、だってそう言われても。そうそう、エミリア様の言う通りだよ。スバルキュンってば、ちょっと自分の置かれた立場を甘く見すぎ。こう言ったらなんだけど、スバルキュンの体って結構重症だからね。少しは自分の体をいたわって、エミリア様の言う通りぐったり休んでたら。フェリックス様のお言葉もわかります。ですけれど、スバル君はこういう人ですから。ありゃりゃ、そうやってレムちゃんまでスバル君を甘やかすんだから。この分だと一度くらい痛い目を見ないとありがたみはわからないかもしれないね。怖いこと言うなよ。それが怖いと思うんなら、ちゃんと私やフェリスの言うことを聞いて。さもないとレムに一日中見張っててもらうんだから。エミリア様のご命令なら仕方ありません。レムがスバル君を一日中監視します。ほう、なるほどな。見上げた忠誠心だ。感心したぞ。あの前のめりっぷりは忠誠心とはちょっと違いますよ、多分。皆様方、お揃いになられました。これより賢人会の方々が入場されます。あれも賢人会の人たちか。そうそう、代表のマイクロトフ様とそれ以外のミナミナ様ね。国王様が不在の今、王国のいろんな決定権は賢人会にあるの。偉い人たちだから失礼はダメだよ。ああ、説明ありがとうよ。それにしても応戦が延期された理由の説明会か。あれこれ調べ回ってた立場としちゃ渡りに船って感じの話だったな。まあ、ジタバタしてたのが無駄足だったにゃんって考え方もできるけどね。ものは考えよ考えよ。けど収穫はそれだけじゃなかったぜな、ラインハルト。そうだね、また会えて嬉しいよスバル。ああ、俺もだ。積もる話もいろいろあるんだが。それは楽しみだけど、ひとまずは説明会に集中しよう。話なら後でいくらでも付き合うよ。言ったな、頼むから忘れてくれるなよ。君たち、死後は慎みたまえ。団長と賢人会の方々の話が始まる。ビー、俺お前嫌い。とにかく静粛。賢人会の皆様、候補者の皆様方、揃いましてございます。僭越ながら、この駅士団長の私マーコスが議事の進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。こたびの召集は時代の王の選出、王戦に関わる方々への重大な通達があってのことです。王城までご足労いただき、賢人会の皆様にお集まりいただいたのもそのため。ことの起こりは約半年前、戦王をはじめとした王族の方々が次々とお隠れになったことに起因しております。王不在の事態は王国として何よりの窮地、特に神竜王国ルグニカにとっては明悪と深く関わる問題でもありました。王国とドラゴンとの関係はそれこそ数百年前に遡ります。当時の国王であるファルセイル・ルグニカ様と神竜ボルカニカの間で交わされた盟約以来、幾度もの窮地を王国はドラゴンに救われ、その繁栄を助けられてきたのです。神竜ボルカニカ、かのドラゴンは真偽に厚く義理がたい、
代を重ねて時が過ぎても、遠く大幕府の彼方より我々を見守っていてくださる。故にこそ盟約の維持は王国の存在に大きく関わる。それだけに王の血族が一斉に病魔に侵されたのは痛恨ごと。一刻も早く時代の竜の巫女が必要となりました。盟約の更新が行われる新竜、そこでドラゴンと意志を交わす選ばれた資質を持つ巫女の存在、代々王家の方が担ってきた役割が新たに求められる運びとなったのです。そのために我ら王国騎士団一同、賢人会の皆様の命を受け、龍樹の輝きに選ばれた巫女を探し出すため任に当たってまいりました。そしてまた新たに騎士ラインハルトバーンアストレア、皆様にご報告を。はっ。栄誉ある賢人会の皆様、この騎士団所属ラインハルトバーンアストレアが5人目の巫女が見つかりましたことをご報告させていただきます。5人目？エミリアとクルシさんと、まさかのプリシラ、あとは全く面識がないあの子か。それに最後の5人目を加えて勢ぞろい。あれ、まだなんで延期なんて話に。こちらが5人目の竜の巫女、フェルト様です。で、嘘だろ、フェルト？フェルトが5人目の候補者？ラインハルト、てめえ何の説明もなしに連れてきて、こりゃ何のつもりだ！驚きましたよ。突然何をなさるんですか？さらっと受け止めといてしれっと言ってんじゃねえよ！ここ、服、こいつら、お前、全部まとめて何なんだよ！私もそろそろ我慢の限界だかんな。ドレスがお気に召しませんでしたか？よく似合っておいでですよ。服の話してねえし、恥ずかしがってもいねえ。嫌いだっつってんだよ。服だけの話じゃねえぞ、てめえもだ。騎士様が拉致監禁とか恥ずかしいと思わねえのかよ。それが王国繁栄のためならば。おお、なんだあれ、通常営業っつうか安心したっつうか。だあの嬢ちゃん、牽制相手に半端ねえな。見てて気持ちいいわ。って、お前もいんのかよ。もはやここが何の集まりなのか忘れそうだ。ラインハルトバーンアストレア。はい。ではフェルト様、こちらをお持ちください。これでいいのかよ。飛翔が光っている。つまり龍樹が認めた巫女。取った時から思ってたけど、神妙な石だよな。なんだって光るんだか。取った？それはフェルト様が資格があるものと龍に認められたからです。この通り、龍樹は確かにフェルト様を巫女として認めました。彼女には王戦への参加資格があるのです。失礼ながら、騎士ラインハルト、その判断は早計だと言わざるを得ない。そもそもその龍樹が本物かどうかも怪しいものだ。なんと。聞こえなかったか？その龍樹は本当に本物なのかと問うたのだ。しっかりと確認させていただきたい。ここにおられる全ての候補者の方々にも同じことが言えましょう。リッケルト殿、隠し立てしても致し方ないこと。そのために皆様をここにお呼び立てしたのでしょう。ちょっとえ
どうしました、アナスタシア様。なんや、ようわからん話になってもうてるけど、うちも忙しいんよ。カララギでは時間とお金は価値は一緒やって言うてな。今からうちらの龍樹を確認するなんて、それに何の意味があるん？そもそもうちらの龍樹が本物やからここに集められてるんやないの？そのことなのですが、実は。すみません、遅刻してしまいました。王都はすごく広くて、私たち田舎者だから。もうダメですよメルティちゃん、田舎者を言い訳にしちゃ。ごめんなさい、さくらさんは違いました。田舎者は私とティーガです。メル、落ち着いた落ち着いた。こういう時は深呼吸だ。ゆっくり息を吸って吐く。ほら、3、はい。じゃあ吐いて。どうだ、少しは落ち着けたか？うん、ありがとうティーガ。それで。申し訳ありませんメルディ様、到着が遅れておりましたので先に始めさせていただいておりました。すみません。あの子、街で見かけたシスターか？それに一緒にいるのは屋敷に延期の話をしに来た二人。当たり前だけど、あの二人も王戦の関係者だったのが。でもそしたらあの子は。皆様、ご紹介が遅れてしまい申し訳ございません。こちらにおられるのは6人目の竜の巫女、メルティ・プリスティス様です。